メリカで開催されるシービリーブスカップに向け、4月1日にサッカー女子日本代表なでしこジャパンが渡米。主催するビザが SNS において今年の大会で優勝するのはどのチームだとの投稿をすると、この投稿に続々と優勝チーム予想が寄せられています。パリ五輪出場を決めている4チームが争う今大会、中にはパリ五輪のグループステージでも当たるブラジルもおり、池田太監督は五輪に向けてやれることを増やすため積み上げと確認をし、限られた人数で戦うための見極めもしていきたいと意気込みを語っています。そんななでしこの選手たちは1日に渡航し、翌日にはジョージア州アトランタの学校にあるサッカー場でトレーニングを開始。 JFA なでしこサッカー SNS にはその様子が投稿されており、選手たちはリラックスした表情でトレーニングができているようでした。2016年からアメリカで開催されているこの大会、日本時間7日1時半過ぎに日本はアメリカとの初戦を迎えることとなっており、これを前に大会を主催するビザが SNS においてコロンバスの地でトロフィーを掲げるのはどのチームだとの優勝チーム予想を問いかけると、多くのサポーターの方々が回答。この投稿された SNS アカウントがアメリカサッカー協会ということや、アメリカが過去に6度も優勝していることもあり、8割がアメリカ、残りの2割がカナダとブラジルとなっており、日本の優勝は誰も予想していないようでした。昨年大会においては日本は0対1でアメリカに敗れており、その際の様子を五輪公式サイトが投稿。2012年オリンピック決勝の再戦となったこの試合、ホストのアメリカが日本を撃破したとして、ロンドン五輪決勝戦の時と同様にアメリカが日本に勝利したことを記述。加えてこの試合唯一のゴールを決めていたマロリー・スワンソン選手の、私はただこの試合でも勝ちたかっただけだった、私たちはこれからワールドカップに臨むのだからインテンシティを上げる必要があったが、この試合ではベストなパフォーマンスとはいかなかった、それは日本がとてもテクニカルだったからだ、彼女たちの攻撃性は高く私たちは普段よりディフェンスに力を入れる必要があった、ただ彼女たちとここで戦えたことは全体的に私たちにとって良い経験となったと日本について語ったインタビューを掲載していました。日本はこれまでこの大会に3回出場しており、初出場となった2019年には3位、その翌年には4位、そして昨年大会においてはアメリカに次いで準優勝となっていることから、優勝の可能性は十分にあり、アメリカとの初戦に初優勝がかかっていると言っても過言ではありません。そんな注目集まる日本対アメリカの一戦はJFA 公式 YouTube チャンネルの JFA TV にて生配信されることとなっており、 FIFA ランク4位のアメリカに7位の日本がどのように戦うのかにも注目が集まっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。